皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑感はですね、写真に写るものという、そんな話をします。ちょっと、先日というか、前日もそうだったんですけども、ちょっと手帳の話と関係なさそうな話なんですけども、ちょっとどちらかというとね、習慣ごとみたいな話です。で、今日はその写真に写るものということで、そんな話をするんですけど、事の発端はですね、やっぱり SNS 上のやりとりですね。質問に対して答えが返ってきたんですけども、ちょっとその答えが、ちょっと私が思ってた通りというか、思ってた以上の答えではなかったということなんですけど、これってね、人とのコミュニケーションだから、まあ、要は私がその人の質問に答えて、で、まあ、ありがとうございました的なね、言葉が返ってくるんですけども、そこのね、要は挨拶ができてないからけしからんって話じゃなくて、返ってきた、こういうふうにしますとかっていうアウト、その人ならではのアウトプットなんですけども、それってね、やっぱ他人のことだから、まあ、当然のことだから、私が期待したようなことが返ってくるとは限らない。そんな当たり前なんですけども。ただ、ちょっとね、ああ、おかしいというか、なんかちょっと、不満というか不足というか、そういうふうに思うのは、他の人の、やっぱアドバイスというか、コメントに対しても、やっぱ同じような感じで、なんかちょっと言葉が足りてないなっていう、感じで返ってきてたんで、なんかそれを見てね、ちょっとなんかこう、多分、本当の意味で、わかってないんだろうなっていうふうに思っちゃったわけですね。で、それと写真と何の意味があるのみたいな話なんですけども、ちょっと、ま、そこまで、ここまでが前置きです。で、それをね、ちょっとこう、ライブをした時に、ちょっと写真に例えてお話ししたんで、そのお話をちょっとしたいっていうところなんですよ。なんで、ちょっとね、今ね、だいぶ時間経っちゃったと思うんですけど、前置き長いぞって話です。で、写真を撮った時に、まあ、どういうふうに、こう、そこのとこで、感じられてるのかなっていうところになるんですけど、写真ってやっぱり、なんていうんですかね、フレームっていうか、撮った角度というものがあるんで、ある程度こう、限られてる、ものになるじゃないですかね。出来上がりがね。そうすると、まずその切り取られてるっていうところになるんで、まずね、切り取られてる、もの、ズバリの写真を見るわけなんで。じゃあ、例えば、こう、何かが写ってますとか、こういう人がいますとかっていうね、風景だったり、人物だったり、っていうのがわかると思うんで。まあ、まずその、見たまんまのところが、わかるわけです。で、私が思ってた、さっきの回答というのがね、まさにこう、見たままのものを言っているって感じだった。こうこう、こういうふうにしてくださいっていうアドバイスを受けたんで、こうこう、こういうふうにしますみたいな。そういう会話だったんです。だから言われたことに対して、はい、やりますってみたいな、そんな会話だった。でも、写真とその会話の中で、こう共通して、ないものっていうのが、見えてないものがあって、で、それがね、今日の本当のポイントになる。空気感みたいなもの。要するに人物なり、風景なりっていうところに、当然のことながら空気が入っていて。で、そこのところって、例えば、暑いとか寒いとか、あと、風が吹いてるとか吹いてないとかっていう、そういう空気感です。で、それって、このカメラ越しには わからないわけ。暑いか寒いか、風が吹いてるのかどうかわからない。ただ、そこって、わかる人にはわかるですよっていうかね。例えば、こう、映ってる人が半袖だったら、ちょっと暑いのかなとか、あったかいのかなとか、髪が揺れてたら、木が揺れてたら、あ、じゃあ風が吹いてるのかなとか。っていうことがわかると思うんだけど、ただ、その答えてくる回答には、それっぽいことがない。
だから、どういうふうに頑張るんだとか、こういうふうにしてやりますっていう、なんかこう一言添えてみたいな、ちょっとやっぱ足りなかったような気がするんですね。なんか、何人かに、こう、返してるのが、そういう感じだ。なので、ね、ちょっとね、そこってセンスというか、ちょっとした工夫がいると思っていて、でその空気感みたいなものが、きちんとこう、その、収まってるであろう写真の中から読み取れているのかどうかっていう、そこのところになってくると、ちょっと人によるんじゃないかな。そこのところにこうセンスだったりとか、その人ならではのなんか魅力みたいなものがあるんじゃないかなっていうふうに、私は思ってたりもするので、ちょっとそこのところを工夫してあげる。別にね、例えばこう、写ってる人の下着の色まで何色ですかみたいな、そういうとこまで、考えるって話じゃなくて、本当にまさにその、写っているものの中に、写っているんだけど、なぜそうなっているのかっていうところが、そこまで読み取れるとちょっと違うんじゃないかなって、私なんかは思いました。ちょっとしたことなんですけども、少なくともね、私がね、ちょっとそこに違和感を覚えるんだとすると、他にもね、違和感を覚えてた人がいるんじゃないかなっていうふうに、私は思ったりもするんで、ちょっと、気をつけた方がいい、ポイントじゃないかなというふうに思いました。ということで、今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。